印象的なのはまずその初めにという章でいきなり浦安の土地の当時の土地の様子風景の様子っていうのをあの描写してあるんですね。でその時は浦安町のことは浦かす町で、江戸川は根戸川で、あの境川は町を管理する堀割とか、そういうふうに一応は伏せてあるんですけど、まあ、土地の人が見ればわかるっていうか、そういうのがこう詳しく出ているという、そういうところ。あとその浦安の行事、2月に王冠家という行事があるんですけども、うんうん、その王冠家の行事を扱った土手の春というのもありますし、でやっぱりそういうのを詳しく書かれてますし、今の時期ですとその浦かすだと演芸場があったんですけども、そこが火事になったんですけども、その時の様子を土手の冬というのに書いてあったりとか、浦かすだというふうに書いてあるんです、まあ、はい、リアルに火事になっちゃったんですか、うん、本当に燃えて、それはあの、ま、町史町の歴史のこの、あの本にも出てるんですけども、はい、そういうのが書いてあったり、あるいはあの浦安に東京都の資料処理場ができようとしたと、でその時の反対運動のことを、その運動をモチーフにして書かれている浦かすの宗五郎という物語とかもあって、あの土地の人がやっぱりこう必死で浦安を守ってるっていうか、漁業権を守ったというか、そういうのがこうやっぱり書かれてて、非常になんかこうためになるというか勉強になる、浦安を知るにはいい本だなというふうに思いました。その浦安の祭りっていうのが面白そうね。王冠家ってどういう祭りだったんですか。王冠家っていうのはあのお稲荷様のお祭りなんですけども、じゃ 神社に関連しているような。そうですね、あの2月の初めの馬の日の行事ですね。で子どもたちがあの太鼓を叩いて、お稲荷様の祠からあのまずは赤飯や油揚げなどをあげてお祭りをして、で子どもたちは各家々を回ってあのお菓子とかみかんとかお金をもらったりとかするんですけども、そこであの何にもくれないとケチンボケチンボとか言って出ていくと非常に楽しい行事みたいですね。そうですね、似てますよね。